マダラチョウア赤は縦波ウカを分類する赤の一つである。幼虫の餌になる様々なミルクホイーズに卵を産むマダラチョウア赤が含まれる。この赤のチョウは世界中に約500種生息している。マダラチョウ族のほとんどは熱帯アジアとアフリカで見られるが、トンボマダラ族は新熱帯区で見られる。欧州マダラ族はオーストラリアと東洋区、東南アジアの大部分。 インドア大陸に限定されている。北米では、オオカバマダラ、ジョウマダラ、トラフマダラ、ソルジャーバタフライの4種が見られる。これらの中で、オオカバマダラは、南北アメリカで最も有名な蝶の一つである。マダラ蝶赤は、現在、縦波蝶科の赤、ダナイナエンに分類されている。ただし、以前の名前のダナイダエは、まだ時々使用される。この赤に認識されているは、 次の通り、和名は特殊毛、クモリアンド福崎による。化石のマダラ長赤ア,アルケアリコリア族は、ブラジルの前神魚、または中新魚のトレミンベソウから知られている。幼虫は胸部にチューバーカルズを持っており、宿主として茎にラテックス様化合物を含むことが多い強蓄等化の植物を使用している。成虫は渓谷色である。多くの蜂やヤドリバエは、 マダラ蝶赤の蝶の幼虫に捕食規制する。アメリカとカナダの景観の大幅な変更、農薬の大規模な使用、メキシコでの森林破壊の増加は、渡りをするオオカバマダラを脅かしている。ありがとうございます。